スタジオリバーサイド。はい、こんばんは、竹下敦です。今日4月25日はですね、亡き父の誕生日でして、今のね、自分がいるのは、まあ、当然の話ですが、父がいたから私がいるわけでして、父とは、仲が良かったり仲が悪かったり、いろんな時代がありました。そしてね、もう一人私には父がいまして、クラシックギターの師匠であるレイ・アルフォンソ・ショーダ氏が、もう一人の父だと思っております。これとてもすごい偶然なんですが、レイ・アルフォンソ・ショーダさんがサントリーホールで、大きなリサイタルをしたのが、4月25日なんですね。これはね、改めて当時のパンフレットを見て驚いたんですが、これはやっぱ偶然なのか必然なのか不思議ですね。父はほとんど家にいない人で、建築会社に勤めておりまして、非常に忙しい人でした。でそんな中ね、私はギターのを習っている、ギターの師匠の父であるレイ・アルフォンソさんのお宅にずっと入り浸っているような状態でして、そんな中でね、父は多分寂しかったんじゃないかなと思ったりもします。皆さんね、最近はやはり長寿ですから、なかなか、自分のお父さん、自分のお母さんが亡くなるっていうのは実感が湧かないと思うんですが、なくしてみると分かります。どんなにね、嫌なことがあっても、自然とね、不思議と嫌なことって忘れて、いい思い出だけ残っていくもんなんですよね。人間の脳っていうのはそういう風にできてるんだと思います。そんなわけで今日はゆっくりと、父はお酒を飲めない人だったので、コーラと牛乳と、あとはなんかよく、これはなんかナック藤原が買ってきてくれたブラックペッパーチーズ、なんかチーズなんですけど、これは結構美味しくてですね、これを食べながら夜更かししたいと思います。それではギタリストの竹下敦史でした。